マーサンバナナは、上から、これが1段ですね。これが1段目ですね。2段目は反対側に出ますから、これが2段目です。で、3段目は、これですね。で、4段目はこれですね。5段目がこれですかね。これですね。これですね。それで6段目がこれです。まあ、交互に出ますので、今日の午後で6段目まで出ました。まあ、ついでに隣のアップルバナナも写しておきますと、まあ、ここに比較的大きめの小株が出ていて、その隣にもっと小さいものが出ていますが、ここにですね、麻袋と木綿袋をたくさん置いたのは、ここから2本掘り上げて、1本は向こうの島バナナの近くの畑に地植えしまして、もう1本は不織布ポットに植えたんですね。で、小株を、まあ、取った後は強い風が吹きますと倒れる可能性もありますし、このアップルバナナは前にですね、強風で倒れてますので、前は不織布ポットをぐるりと取り巻くように置いてたんですが、今不織布ポットちょっと他の目的に使っているものですから、ここに麻袋と木綿袋を数多く置いて、その掘り上げた後にですね、置いておき、重しとして置いておきました。まあ、もっと置きたいんですが、まあ、ちょっと様子を見てからにしようかなと思っていますね。ここのバナナハートカットして、まあ、いらないものはこのように捨ててありますけれども、この、まあ、3の方でちょっと説明しますと、この中にはすでにですね、こういう実の小さいものがもう並んでるわけです、すでにね。そして後から出てくるものほど、まあ要するに若いものほどですね、えぐみが少ないんですね。で、まあ家内が若いものを取ってちょっと炒めて、それから和え物にして、今朝はですね、マヨネーズ和えで食べたら美味しかったですね。まあ、次同じものとか別な料理したら写真に撮って紹介したいと思いますね。まあ、インド人とは別な食べ方ですが、日本で栽培しているバナナである以上、バナナの花もですね、日本人向けに料理してもいいかと思います。